アニメの背景を書いてます。渡辺慎です。この仕事始めて21年。最初はまあ、背景の会社に入って10年か。で、その後、フリーランスになって、それで11年。あ、今度は制作会社に入って、背景を引き続き書いております。でも本当にずっと手書きではやってなかったんだけど、まあ、最初はね、その手書きの背景会社に入って、それで全部ポスターカラーで作業してたので、その時はいい、本当苦労して、今とはちょっとまた違う苦労があって、こうやってね、水張りをするんですけど、これが水加減がね、水加減をどこでこう良しとするか、そこが難しくて、あんまり水がこうたっぷりの時に描いても、もう絵の具がね、溶けすぎちゃって、でそれであんまり乾きすぎたら、それはそれですぐ固まっちゃうので、最初にこの水加減をがわかあの水の、タイミングを描くタイミングを分かるのに、まあ、何年かかかるって最初に言われて、それをね、すごい教えられてやってたなっていうのは、まあ、あんまり絵の具がないのでうまくいかないかもしれないんですけど。で、その都度こうやってね、絵のポスターカラーをこう混ぜて、これは感覚で作るんですけど。これちょっとうまくいかなかったら、大丈夫です。どうしようかな。今の会社の先生の役割は何ですか？まだ、会社入って、まあ、1年経ってないんですけど、まあ、自分より若い子が多いので、今だいたい会社で美術設定だけの仕事を中心に今やってるんですけど、じゃあ先生はアニメに出るの背景描くことじゃなくて、その前のなんかどの雰囲気になるの背景を描そういですね。て、そこからもっと若いの背景やってる人たちが活躍っていうことですね。本当はね、まあ、美術設定で美術監督さんが、まあ、全体的に一通り監修して作っていくんですけど、ちょっとね、まあ、そこの会社が忙しくて、ちょっと設定を手伝ってる。じゃあ美術監督のアシスタントになりましたということです難ね。しいですね、その ですね、会社が違うから、ね、そう、今は制作会社といえばなんかアニメがゼロから最後までやってる会社。今制作会社の中にあるのが制作さんと背景部と、あとは作画と仕上げ。制作さんはそのアニメが一通り作るまでの、流れを回していく、こう書く人たちにこううまく回しながら、全体的にアニメの制作を作っていく、まあ、サポート的な仕事です。で、作画さんが、まあ、キャラクターを描いて、で、その仕上げさんは色をつける。で、その中で背景の、まあ、背景の部があるんですけど、なかなか、まあ、みんなで一本の作品作るっていうのは、そういう、あんまり機会がなくて、まあ、うちの会社ではいろいろ分かれてはいるけど、背景は背景だけの仕事。じゃあその会社は、鈴木先生の会社と似てることかな。なんかデパートがいろいろありますけど、その会社からなんかアニメがゼロからやってないんですね。ああ、そのゼロパかターンら。かな。そうだね。まあ、今度、会社で他の、クライアントさんに売り込むための、そうです。作品を作るので、その時はもうみんなでやろうっていう。会社の名前はいいですか？エカチエピルカっていう、本社が北海道にある、その中の東京のね、東京支社。支社で、そこで今通っていますね、普通は。だから今日が今やってるのは、なんかショーのためにじゃあ書いてこれます。いやー、昔はフリーでやってたんですけど、今の会社と結構違うですね、雰囲気とか。ああ、違いますね。
何が一番違うですね、うん、あの前が背景ばっかりやってて、うん、あの家からだったっけ、それか今は、うん、そう前はフリーランスの時は基本的にもう家で書くだけで、会社はまあいろんな、いくつか会社があってその都度仕事をもらってたんですけど、そこの中で、でその時がゲーム、アニメ、劇場版とかいろいろやりましたね。そうですね。で、この書き方とかも結構その会社の、そこの会社でのこうやり方みたいのがある程度あって、俺が習ってき、うん、最初にこう下積みを作ってきた時は、まあ結構薄塗りな会社だったので。先生がいつからトラディショナルからデジタルになりましたか、うん、それか初めからデジタルの背景やりましたか。デジタルは最初に11年前の会社、最初の会社いて、そこではもう本当にアナログだけで、そこを まだ全然コンピューターを、うん、なかなか取り入れられなかったので、もうまさかねこういう時代が来るともあまり、うん、そこら辺無頓着だったので、で、その最初の会社では、うん、仕事も少なくなってきて、その流れでねそこの会社辞めたんですけど、その時に、まあ、自分フリーランスになってから、うん、一からパソコンの勉強しようってことでやり始めた。自分で勉強しましたですね。自分でやります、うん、自分でやって、ある程度長い年月やってきてるから、その絵を描くこと、どういう絵を描かなきゃいけないっていうのは、まあ、頭にあったので、その中でじゃあそういう自分がこう描きたいものを描くように描くために、じゃあパソコンでどうやったらこうなるんだろうっていうような、うん、うん、そういうイメージはあった。そこら辺が今のね最近の人とかはもう最初からデジタルなので、ちょっと感覚が違うかもしれない。アニメ業界に働いて初めて、はい、あのなんかびっくりしたことがありますか、初めの。アニメ業界やって、まあびっくりしたことっていうか、全然うまくできなかったのが最初。先生は初めから、うん、あの油絵やりたかったですね、大学から。うん、大学ではその油絵を専攻してて、まあアニメの会社に入りたくてっていうよりも油絵とかやってたから、じゃあ仕事やるとしたらなんだろうとこう探す中でアニメの仕事を選んだので、だから入るまであんまりね、こういうものを描くっていうこともあんま分かってなかった。うん。うん。あの油絵とアニメの背景と何が違う？まずね、油絵はゴッ、うん、ゴッテリ？絵の具をたっぷり塗って、で何度も何度も塗り重ねていくのが油絵なので、結構ね水彩自体をあんまりやったことなかったので、でこうやってポスターカラーで描くまでに結構ポスターカラーは、まあ、今やっててもそうだけど、この短期間乾い水張りをして乾くまでの短い時間で仕上げる、ある程度この土台を作るので、それがもう難しくて、うん、水、さっき言った水加減とかね、それも分かるまでにすごい苦労した。その時は先輩が教えてくれた、先輩がその都度教えてもらったんですけど、うん、このね絵の具とかもいろんな色を混ぜて作るんですけど、これをね最初のうちは分かんないから、どんどんね絵の具がもう大量になって、もうお皿にあふれんばかりに作っちゃって、うん、実際描いたらもうすごいゴテゴテのね厚塗りになっちゃう、うん、そういう苦労があって、厚塗りにすればするほどなんかもう大変に、一生懸命描いても使えなかったりっていうことはよくあります。そこからデジタルに変わって、うん、何かが良かったとかまずいとかもありましたか。まあデジタルはまずコントロール Z があって、うん、やり直せるのはいいんじゃないかなと。まあそれがいいとこでもあるし悪いとこも。悪いところはとりあえず何ですか。あのね、うまく言えない、難しいけど、まだアナログでやっていく時に、最初のうちはもう書けなくて、うん、やってることが違う感覚があって、もう職人的な仕事だなっていうのは、絵うまい下手っていうよりも結構長くやっていかないとなかなかつかめないところがすごくあった。でも
まあ、デジタルになるとある程度もうキャリアがないなくてもある程度ベースを描けるようになるっていうか、早くとうまく描けるようになればもう大丈夫ですね、うん、っていうことかな、うん、いいところは、うん、そうやって早いうちからうまく要領をつかめるところだけど、逆に手書きでやってる時はこう偶然に偶然性っていうかね、そかデジタルの方が決めたことの方が、うん、そう、もう決まったことを、まあ、やるので、あんまりこうあの同じようなものは作れるけどこう変化がない、こうやっててうまくいかないところもなんかこう活かせるところもあるので、だからこうね手書きでやってると同じものは書けない、うん、うん、その時に ね、うん、やってみて、あの偶然これがうまくいく、そういうところがあるので、あ前行った途中になったんですけど、はい、一人でフリーが働いてると、うんうん、いろいろのデパートがある会社に働くと何が違うですか、いいところとかそんなに良くないところの。ああ、背景会社だけでやってると、まあ、いいところはもう背景のだけにまあ集中してできるので、なんていうかな、会社としてはいいかなと思う、うん、やってる人にとってはなんかこう背景がうまい先輩とかにこういろいろ学んでいけて、特に始まるときは、うん、いろんな人が働いてるの場所に入ってた方がいいということになるかな、うん、なんかアドバイスなら、うん、他の人から学べるので違うポイントが、私が書きながら考えるという私が通ってるながら考えるから難しいですね難しいね、はい、いや書くのって本当に難しいねでもだんだん雰囲気が見える、すごい、いやー本当手が動かない昔と違う、こう筆とかもねこう長いことやっていくと、あのこの筆がこう自分にとって一番こう、あ使い勝手がいいみたいな、そういうのが出てきたり、今筆と見れば結構似てるの筆が多いですね、というのは一番使うのあります、うんね、うん、デジタルのやるとこもそんなことないですか、うん、なんか筆が多いんですけど、うん、とりあえずがなんか2人か3つの使うになっちゃうんじゃない、うん、なんかもう自分はこれが一番みたいなのね、そう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 、あるね、パーソナルの質問ですけど、はい、一番好きなのアニメがありますか、働いたのはの中で、自分が仕事した中で、そうですね、うーん、ゲームでもいいし劇場でも、それか話が大好きとか、あのね話が大好きっていうのもまあいろいろあったけど、やっぱり一番最初に背景やってて美術監督っていう、あの背景全般全部を自分が考えて作っていく美術監督を最初にやった作品は自分の中ではすごくよく覚えてて、でそのアニメは、まあ、タイトル言ってももう本当にあまり有名じゃないし、いいよいいよお願いします、うん、あの最初にねやったのがねちょっとあのエッチな作品なんだったけど、それよりもいろんなねその舞台とかを考えていくことがもう、うん、難しいけど面白くて、それはすごくいい思い出に残ってるし、今考えてもなんかうまくいかなかったこともうん、やっぱりまあ思い出というか、うん、後悔もある、うん、そういうところがある。で話にとって好きなのありますか、うん、好きなのはあとはそのフェイトとか、フェイトが、うん、多分難しくて、うん、フェイトはそのデジタルになって一番大変だ難しかった仕事ですね。これはもう自分で一生懸命やってもやっぱりあの自分が思わなかった修正が出ちゃうので、もう大変だったけど、まあ、勉強になった作品ですね。苦労した分やっぱそれなりの大きな仕事なので面白かった。あといろんなこう今までやってこなかった世界、うん、フェイトってもうどんどんなんかこう異世界のところだったり、こう世界で、ね、よく世界遺産になるような絶対行かないだろうなっていうようなところが舞台になったりすると、書き方もね、その都度新しいものを。その時はフリーランスでしたか？フェイトやってたところ。ね。フリーランスでやりましたか？あ、フリーランスでやって。だから他の人に質問とかのは何もできないですね。うん、ただまあ、フリーランスだけど、あの繋がってる会社の社長さんとかの、あのリテイクも出るので、あのやっぱ途中のチェックとかあったりで、今フリーランスでも会社には行かなくてもあのスカイプとかを使って自宅にいながらねカメラでやり取りしたり、そういうことができる時代なので、
そうか、じゃあ、リテイクが来るとか、修正が来るときは、なんか紙で、手紙で来ることじゃなくて、メールじゃなくて、はいはい、スカイプでやって話し合うということですか？うん、そうだね。スカイプで実際にこう、ここがおかしいっていうのを、画面共有しながら、教えてもらったりっていうのがあって、その時はもう、時にはもう本当夜な夜な、明け方になるまで、ずっとこう、スカイプつないでやってたり、結構もう、フリーランスの時って、最初に思って、ちょっと話変わるけど、最初の時は時間がこう自由に使える、うん、なんかこう自分がやりたい時にやれるっていうイメージがあったけど、意外にこうそれが逆で、フリーランスでやるとどこまでが仕事でどこまでがプライベートだったり、ああ、うん、そうか、そういうね、時間の感覚が全然うまく、うん、活かせるっていうのが難しくて。フリーランスをやりたい人たちにアドバイスはありますか？フリーランスやる人に、うん、やりたい人、やりたい人に、やっぱり本当にすごい計画的にやるっていうことが大事かなと思います。計画的？うん、計画、ちゃんとスケジュールをね、しっかり作って、うん、うん、そのスケジュール管理が大事だと思います。一生懸命やっててもあんまりお金にならなかった。会社だとそういうところは会社全体で管理とかね、それ会社のやり方に合わせていくことでなんとかなっていくところがあるけど、フリーランスは全部それが自分でやんなくちゃいけないので、うんうん、あんまりこう頑張りすぎてもダメだし、頑張るって時間をかけてね。フリーランスのいいところは自由だけど、うん、フリーランスやる人たちに時間の管理してくださいのアドバイスはありますね、うん、面白い、ね、時間の管理もあるし、お金の管理も、ね、そっか、お金の管理ですね、うん、今月どれぐらいのこう収入でとかっていうのは全部自分のでやっていかなくちゃいけないので、だからもう本当に時にはもうずっともう休みもなく何ヶ月もずっとやってたりっていう時も結構難しい。で、家族がいますので、うん、その時はなんか、はい、うん、どういうかな、家族のおかげで授業タイムを取りましたとか。ああ。一人ならずっと仕事っぱなしになります。私があれはやりますと思うけど。家族にももう場合によっては迷惑をかけることもあったり、なかなかこう家族とこうの予定とか、ね、そういうこともうまくいかなかったり、まあそれは会社に入っても一緒かもしれないけど。そうですね。うん、先生が働いたアニメは後で見ますか？ああ、自分がやったやつ。そう。うん、見るね。うん。テレビで来るときとか。うん、テレビでも見るし。その前は家族と見ますか？ワイヤリあるかな？そんなに家族と、まあ、よっぽど見せたかったら見るけど。あとなんかこう、見るところが背景の仕事を始めて変わったなっていうのは思ってて。今まではね、その背景なんて、ほとんど意識してなかったと思ったり、結構普通の人たちはそんなに背景をわざわざ見ようと思って見てないと思うね。うん、普通にアニメ見たったらこう話にグッと集中して、そうですね、そうですね、うん、背景がどうこうっていうのはよっぽど、うん、意識して見ないとあんま見ない。そうですね。多分、うん、話が見ようとして、そうそうそう。そこなら、うん、じゃあ美術が見るけど、そうしないと。うん、そういう意識で見てたけど、もう、はい、この仕事やってからもまず背景を見るようになっちゃったから。あ、そう、うん、そんなことは例えばそのアニメを見て、うん、あ、この背景は変わりました、この背景はカットしましたとかの、うんうん、ありますか？あ、自分がやったやつ。そう、自分がやった、あ、え、ゆるだったのにちょっとなんか、うん、もっとヨガタっぽいに誰かがやっちゃったとかわかんないけど、それがありますか？直されることはあった。ね、この社内で、会社の中で、あ、もっと上手い人とか、そっか、うん、上手い人とか、美術監督とかのも、そうそうそう、手入っちゃう。うん。何も言わないように。うん。逆になんかその自分が、美術監督やるような立場になった時に、後で見て、他の人にやっちゃうんですか？いや、その自分が、その時は OK で出したやつが、こうそのまま、こうテレビに流れ、映像になってしまうと、ああ、これ直しとけばよかったな、後悔。そういうのが、ね、まだ力がないときは、あんまり、実力、立場がもう、下のときはそんな考えなかったけど。うん、だから、こう、どんどん、やっぱり責任っていうかね、うん、もう最後まで結局自分次第になっちゃうんで。まあ、ちょっとタブーかもしれないけど、うん、先生は大体1週間とか1ヶ月とかで何枚やりますとかのは、
背景と背景、うん、もちろん大体ですね。まあ今は他の人のも直すだし、そう違うんだけどね。アニメとかやってた時は、まあ普通のやつだと、まあ3、4枚やればちょうどいいかなっていう感覚。1週間で？うん。あ、いや、1日。あ、1日 ?3 枚？うん、その、すごい。時代にもよるけど、昔はそういう感覚でやってて、だいたい、あの、1つのシーンで、あの、1つのシーンで10何枚とかぐらいが平均ぐらいだと思う。10枚前後。背景が、うん、でその中でワンシーンを2日か3日ぐらい。それはフリーランスになったの時ですね。うん、でその時はなんか一箇所のなんかエピソード1とかは値段がこれです。でその後は自分の管理で時間で頑張らないと何枚、うん、ということ、それが何枚くらいになりますか。あ、そのか大丈夫。そうフリーランスの時はなんか、うん、エピソード1の背景は全部頼んで値段がこれでやりますかって入っていけば、じゃあ早くやらないと、はいはいはい、とかになることですね、うん、そうだね。金額によってっていうのはフリーランスになってから、うん、結構考えることは多くて、アニメ会社最初の背景会社の時は大体あの昔はもうアニメしかなくて仕事が、うんうん、だから常にテレビアニメが会社の中で3本とか4本とか、うん、うん、そういうのがこう会社で回ってて、それをこうみんなで片付けるっていう作業でやってたので、うん、そうといえば、うん、ゲーム、テレビアニメと、うん、アニメとあのコメーシャル、劇場も全部やってたんですけど、うん、どっちの方が安くてお金がいっぱいもらうとかのは大体やりますか？どっちの方がもらうとか。お金のことはタブーなら大丈夫です。いや、タブーではない。そのまあ、社によって違うかも、うん、そこら辺はあるけど、うん、パチンコとかは多分すごいあの要はまあ何回も見られるやつの方が高い。そっか、ね、うん、ゲームとかも同じ画面がこう何回も何回も出てきちゃうので。ああ、そのやり方で長投げるんだ、うん、その分クオリティを上げなくちゃいけないし。そうですか、うん、ああ、だから昔はね、そのテレビだけだったから、テレビだけだったし、あんまりあの、うん、なんかそのね映像が一回流れちゃうと。でもね、うん、昔のアニメと見れば結構節約をやしたんじゃないのかな、うん、なんかアニメが、うん、あの授業とか何回も出るんじゃない、うん、同じイースとか同じ黒板とか、うんうん、その場合も変わったとか、それはもう一箇所で、はいはいはい、だけの値段だったかな、うんうんうん、そうね。日本のアニメが、まあ、アニメ業界とゲーム業界とか、うんうん、と海外と比べたら何かが違うですか？いいものならアニメ業界がどっちが、なんかアニメ業界じゃなくてアニメの作、うん、あの日本の作品がどうしてそんなに世界に流行ってるとか、何がスペシャルとか、先生にとによにとによって意見ですね。まあ俺もあんまり知らないけど、なんだろう、難しいね。俺は、結構、海外のアニメは好きで、結構見てたので、うん、海外も海外で、いいところはあるなぁとは思ってたけど、でもまあ日本のアニメで思うのは、結構それが商品になってたからかなぁと思って、それによって、いろいろテレビも、スポンサーもつくし、うん、ね、そういうので、いろいろ。いや、業界が違うということかな。うんうん、売っていかなくちゃいけないからね。どっちかというとなんか海外のアニメは結構なんか芸術的なところがもともとあった気はするんです。で、日本の場合はもっと売るために、うん、っていうことですか、うん、スポンサーが売れないといけないということか、うん、そういうのがあるんじゃないかなと。面白い。今日の業界に働きたい人たちにアドバイスがありますか、うん、アニメ業界。なんか、やっぱ昔と違って、なんだろう、学べるところが増えたんじゃないかなと思うので。学校ということ？うん、学校とかもだし、インターネットでいろんな、ね、仕事、この業界に入んなくても、いろいろ学べるところがいっぱいあるし、ね、アニメの画集とかも、昔はなんかもう全然なかったので。昔は会社で学ぼうぐらいでしたね。うん、何やってるかもよくわかんないっていうか、ただアニメを見て面白い面白くないで絵描くのもね、なんか好きなキャラクターの絵とか描くぐらいしかみんないなかったけど、最近はね、もう素人ってね、まあプロじゃなくても
もうすごい絵を描けるような人が、そういうなんかインターネット素人でも結構それなりの絵を描ける時代なので、うん、結構学べる場はいっぱいあるなっていう、うん、で、そこから使ってくださいということですね。うん、ぜひ。だからあんまりもうやってないけど、うん、そうやってインターネットでなんかこうみんな描いてアップしたりで、特に背景やりたい人たちに、背景やりたい人にはデジタル、うん、まあ描きたいものを描くのが一番だなぁとは思うね。あとはまあデッサンってよくいっぱい言われてると思うけど、いろんなものを描いて、で頭で分かったつもりに、背景に関してはね、背景に関してはあまり頭で分かったつもりで描いちゃうのが一番良くなくて、物の形とかっていうのはいろんな本当とことん観察して物をこう分かっていくことが背景を描く上ではすごく大事なことかなと思うんで、ありがとうございました、はい、綺麗難しいどう思いますか、自慢ですかこの絵で。いやーもう全然ですねいつからなんか、うん、最近がやれなかったことですね、うん、最近そう全然やってなくて、何年前とかぐらいかな、ちょっとそれか、まあ、ね、仕事として描くのはもう本当に10年近くやってないかなとは思うんだけど、フリータイムでやりますか。うん、そうだね。あと、まあ、同じ水彩でもやっぱりポスカラと普通の水彩絵の具とはまた全然違うので。そうですね、うん、どっちの方が好きですか。ポスターカラーはもう描ければポスターカラーが一番、10年もずっとやってきてたので楽しいは楽しい、うん、でもこう自分の力不足にこう最近やらなくてもすごいと思いますけど、うん、いや本当に綺麗、うん、ディズニーパイのなんかその学校で生徒さんたちに教えてて思ったのは、やっぱアナログをずっとやってたらあんまりこう表面的じゃなくて、こうその空間全体をこの丸みとかこういうグーってこう木にしてもこう地面からこう生えてこうグーッとくる、うん、そういう動きとか、うん、特に自然物っていうのはそういうすごい周りの全体からこう作っていくようなところがあって、そういうのがなかなか、うん、最初にデジタルからやってる人っていうのは結構なんか表面的な捉え方をする、絵面っていうか、ね、絵がこううまく綺麗に見えればもうそれでいいっていうような、そういうところはすごくそのアナログをやっている人とデジタルからやっている人とのなんか違いみたいなものを、うん、なんか感じてて、だから最近のそのアニメねいっぱいあって、あんまりすごく下手な絵っていうのは少ないと思う、アニメ最近の、うん、最低限ここまではもうできるっていうような、そういう絵はいっぱいあるけど、だけどその中ですごいこう迫力というか、ね、ドラマチックみたいな、あそっか、うん、そういうなんかのは、まあ、ジブリとかはすごく感じるけど、普段のアニメであんまり感じる、うん、作品はないなっていうのは感じますね、うん、じゃあ見せればいいかな、あこれ、うん、これもうそう全然すごい中途半端なのでじゃあ、はい、今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。すごい。